おはようございます。フォトシューターズ TV、健治郎です。今日はですね、カメラを始めたばっかりか、むしろ今からカメラを始めようかなという方向けの、初心者向けのお話になるんですが、カメラにはね、いろんなセンサーサイズっていうのがありますよね。APS-C とか、マイクロフォーサースとか、フルサイズとかあると思うんですけども、そのセンサーの違いによって、どういう写真に影響が出てくるのかっていうのをちょっとお話ししたいと思います。 で、やっぱ最初にカメラを買うときですかね。どういうカメラを買おうかなってなったときに、センサーサイズっていうのは気になるわけですよ AP。APS-C のセンサーがいいのか、フルサイズのセンサーがいいのかっていうのが色々あると思うんですが、いつかはね、中盤のカメラとか持ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、基本的にそのセンサーが大きくなればなるほど、カメラはお高くなるわけです。めちゃくちゃ高くなってきます。じゃあ、その、 価格の違い、まあセンサーサイズによってね、高くなるんで、その値段の差が写真にどういう影響を与えているのかっていうのはやっぱちゃ正しく理解しておくことで、やっぱ自分はやっぱフルサイズの方がいいなとか、いやいや、私の使い方なら APS-C で十分だなっていう、まあ切り分けというか、そういう判断ができるので、やっぱりそのセンサーサイズが写真に与える影響っていうのはちゃんとね、理解しといた方がいいかと思いますので、 ちょっと解説をしていきますね。じゃあまずは、えー、イメージセンサーにはどういうサイズがあるのかっていうのをさらっとね、まあおさらい程度に見ていきたいと思います。またちょっと画面を変えましょう。はい、これが、まあざっくり絵に描きました。えー、ケンさん頑張ってまた絵に描きました。最近こんなんばっかり言ってますけども。えー、いろんなセンサーのサイズのイメージ、大きさの比較のイメージですね。でね、ここには何とかかける何とかみたいな実際のサイズも書いてあるんですけども、 えっと、サイズっていうのは、各社微妙に異なってます。なので、ここに書いてるサイズはあくまでも一例というふうに考えてください。えー、何ミリとかいう単位がね、実際は若干変わってたりします。はい。で、えー、どうしようかな。ちっちゃい方から行きましょうか。ちっちゃい方から行くと、まあ、マイクロフォーサーズが今、この中ではね、図の中では一番小さく書いてるんですけども、実際はもっと小さい、1型のセンサーとか、 まあ、スマホに入っているセンサーとかもっと小さくなるわけですね。一応ね、今回の図の中ではこのマイクロフォーサーズが一番ちっちゃい図になってますけど、実際はもっとちっちゃいのもいろいろあります。で、それより一回り大きいのが APS-C と呼ばれるセンサーです。若干大きさが変わっているのがわかるかなと思います。で、それに対して次、フルサイズっていうセンサーですね。35ミ、mm、リ版とも言われますし、えー、フルフレームっていう言い方を最近は し,したりもします。まあ、カメラの基本的に、え基本のサイズはこのあたりになりますね。以前はね、フィルムカメラっていうのが一般的だったわけですけども、フィルムカメラで 35mm って言われる部分がこのフルサイズに相当するものになるので、カメラの、なんていうかな、うーん、センサーの基準というか、カメラのいろんな数値なんかは、このフルサイズっていうところを基準に作られていることが多いです。 APS-C とね、比較すると結構サイズ感が違うのがお分かりいただけるかなというふうに思います。で、やっぱフルサイズっていうところよりも、フルサイズって言ってんのにね、フルって言ってんのにも関わらず、それよりもでっかいセンサーっていうのは当然、えー、存在するわけですね。最近だとミラーレス機でも一般的になってきました。中盤、えっ、ー、と GFX、僕が、僕も持ってますけど、GFX、富士フィルムのね、シリーズとかは中盤、フルサイズよりも、 大きいセンサーをさらに積んでるカメラになります。で、その富士フィルムのセンサーよりもさらに大きいカメラっていうのももちろん存在してて、645と言われるサイズかな、まあ。いろんな言い方はあるんですけども、フェーズ1とかになってくるとね、こういうでかいセンサーが積まれてたりもします。マイクロフォーサーズからね、比較するともうかなり何倍ぐらいあるんだろう。1、2、3倍強ぐらい。 あるような、横、縦横3倍9やから 3×3 で9か。9倍、10倍ぐらいあるようなセンサーサイズのものまであったりします。じゃあ、今回の話としては、まあ、各ね、センサーと違いを見ていってもいいんだけど、えっと、ここのフルサイズと APS-C っていうところを比較して、このサイズの違いによってどういう風に写真が変わってくるかっていうのを見ていきたいと思います。うん。 ま、ここを比較することね、その他に対しても、ま、応用が効くというか、比較ができるかなと思いますんで、まずはフルサイズを APS-C で見ていきましょう。では、えー、まずは写真を1枚用意しまして、これは、ま、フルサイズのセンサーで撮った写真だと思ってください。フルサイズでね、バシャッと撮りました。うん。これを、全く、 同じ条件。えー、センサーだけ取っ替えたような。まあ、そんなことできないですけどね。そんなことできないけど、仮にセンサーだけ取っ替えた場合どうなるか。カメラとか、まあ、レンズとか、もちろん立ち位置とか、全部一緒。センサーだけパッと取り替えたような風にしたらどうなるかっていうのをると、こうなります。どう変わったこれが APS-C で撮った写真。もう一回フルサイズ見ます。 はい、これがフルサイズで撮った写真ですね。どういうことかというと、こういうことですね。フルサイズで撮った写真の真ん中部分だけを切り出したような写真が APS-C の写真になります。センサーがそのままね、大きさがこう、こんぐらい、フルサイズだったらこんぐらいあったセンサーがキュッてちょっとちっちゃくなったので、そのちっちゃくなった分だけ写真もちっちゃくなったよっていうのが、 フルサイズと APS-C の違いです。これだけです。他は何も変わりません。写真としてはだから何もね、えー、APS-C の方が汚いとかいうこともないですし、フルサイズの方が綺麗とか、よくボケるとかいうこともないわけです。ただ単に真ん中だけが切り取られたっていうのがフルサイズと APS-C の違い。まあセンサーの違いですね。ほんとこれだけです。うん。 まあ本当これだけって言っても、まあなんか変わってるわけですよ。何が変わってますかねフルサイズと APS-C。ちょっと考えてみてください。フルサイズと APS-C 真ん中をポンと切り出しただけではあるんですけども、その切り出すことによって何か変わってる部分がまああるっちゃあるわけです。それがまあ大きく2点あるわけですね。何が違うのか。1点目は画素数。まあ解像度とも言えますかね。 真ん中の部分をキュッと切り取ったような形になっているので、周辺の部分が失われてますよね。なので、周辺にあった画素の部分は丸々なくなっちゃってるわけです。これによって、画素数が低下していると。真ん中だけ切り取っているので、単純に、まあね、周りの部分がなくなったってだけの話ですね。で、2点目は画角です。 これね、比べてみていただいたらよ、わかるかと思うんですけども、何が変わったか。フルサイズで撮った写真がこれ。で、APS-C で撮った写真がこれというわけで、まあ、ちょっとズームしてるような感じなんですよね。まあ、真ん中だけを切り取ってるので、いわゆるデジタルズームみたいな感じで、ちょっと望遠したような感じ。画角が変わっているわけです。でえっと、フルサイズと APS-C だったら、だいたい1.5倍変わってくると言われているので、 50ミ、mm、リの、50ミ、mm、リで撮った写真だったら AP、APS-C にすると1.5倍、75ミ、mm、リぐらいの画角になってくる。というわけですね。ということで2点、フルサイズと APS-C では変わります。周りの絵がなくなったことによって単純に画素がなくなっているので画素数が減っている。2点目は、ちょっとズームしたような感じ。画角がちょっとズームした感じになっている。この2点だけです。 はい。いや、でもちょっと待てよと。ちょっと待てよということで、画素数違うって言ってるけど、フルサイズで2000万画素もあれば AP、APS-C で2000万画素もあるよねっていう話ですよね。もう当然その通りです。フルサイズでの高画素機もあれば AP、APS-C の高画素機もある。ではですね、APS-C のセンサーで画素数を高めようとした場合、どうすればいいのかって話になってきます。 ま、これ単純に、単純に、1画素の大きさをキュッてちっちゃくして、密度をキュッて、密度をキュッてすれば、画素数が上がるわけですよね。その分いっぱい置けるから。ってことは、フルサイズ、まあ、仮にフルサイズの2000万画素と APS の2000万画素、APSC の2000万画素があった場合、APSC の方が1画素の大きさがちっちゃくなってる。フルサイズの方が少し大きい。 っていう,ふうなことが言えます、うん、ここまでついてこれてなかったらもう一回最初から見てみてください。で、こっから先分かってたら次行きましょう。で、このように同じフルサイズで2000万画素と APS-C で2000万画素は1画素の大きさがね変わってきますよっていう話になります。 で、一画素の、今度は、1画素の大きさが変わる。まあ、画素がちっちゃくなっちゃうっていうのは、どうなるかっていうところなんですけども、ここにはね、あの、画質、画質に対して、デメリットが存在します。1、一画素あたりの大きさがちっちゃくなるっていうのは、画質にデメリットが出てきます。どういうデメリットが出てくるかというと、 まあ、何点かあるんですけども、代表的なところをちょっと紹介すると、えー、画素がね、ちっちゃくなるってことは、まあ、光を集めにくいわけですよ。大きかったら、もうキャッチャーミットこんだけ大きかったら、光ブワーって集められるんだけど、こんなんだったら、やっぱ光が集められにくいんですね。ということで、好感度が弱くなります。ISO を上げた時に弱くなって、結果、ノイズが出やすくなります。 で、光を集めにくいので、ダイナミックレンジって言って、こう、真っ暗なとこから真っ白の許容範囲みたいなとこがね、あるんですけども、ダイナミックレンジ、光を集める範囲っていうのも、どうしてもちっちゃくなっちゃいます。っていう風に、画素がちっちゃくなるということに対しては、少し画質面、写真に影響が出てきます。これもそんなにね、そんなにめちゃくちゃ出てくるってわけじゃないんだけど、 ま、ビサではあると思うんですけども、少し出てきます。はい。え、ということはですね、フルサイズのセンサーのものを APS-C にしようとした場合、画素を減らすか、1画素あたりの大きさをちっちゃくするしかないわけですね。どっちかの方法しかないわけです。で、1画素あたりの大きさを小さくすると、先ほど言ったように画質にデメリットが出ます。 じゃあ、解像度を下げるのか。解像度を下げるという選択肢もありますよね。でまあ、解像度下がると、まあ、単純に解像度が下がるんですよ。当然。2000万画素が1600万画素とかになる。画素が低くなると、まあ、それをね、画質が悪いという捉え方もあるかと思うので、まあね、どっちにしろ画質という面ではちょっと不利になってくる。これがフルサイズの方が画質がいいと言われている理由です。 で、でもね、今、フルサイズ機って結構4000万画素とか、下手したら6000万画素とかが出てきてるわけですよ。いやいや、俺そんなに画素数いらんしっていう人も結構多いんじゃないかなと思います。まあ、ぶっちゃけね、2000万画素もあれば、A3 でプリントするぐらいには全然問題ないわけですよね。で、大きくプリントしても結局干渉距離が伸びてくるので、その間に画像は破綻しない。 そうなると6000万画素いるのかなっていう人もいると思います。じゃあ、さっき言ってた2点目の方ですね、画素数を減らすってことに対しては、えー、あまりデメリットがないっていう人もいるかもしれません。いやいや別にそんな4000万画素いらんねん、2000万画素でいいねんっていう人は、全然 APS-C を選択しても画質的に問題がないとも言えます。ここまで。 理解できましたかね。えー、もう一回ちょっとおさらいすると、フルサイズのセンサーを APS-C にしようとしたら、画素が、画素を減らすか、1画素の大きさを小さくする。しかないんですが、まあ、その画素を減らすっていうことに対しては、えー、そこまでデメリットがないと感じる場合もある。ということですね。うん。なのでね、まあ、単純にフルサイズは画質がいいよねっていう、よく言うじゃないですか。 でもその画質がいいっていうのは何をもって画質がいいかっていうのはしっかり理解しとかないと単純にお金払ったらいい写真が撮れるっていう勘違いをねされる方もいらっしゃるのでそうではないよと自分に必要なスペックっていうのはここであってそれだったら僕は全然 APS-C を選択するよねっていうこともあり得るのでフルサイズと APS-C で画質面で何が変わるかっていうのはしっかり押さえておく必要がありますねってことですうん ちょっと説明するのに、こっちの画面の方が都合がいいので、画面を戻して。えー、フルサイズと APS-C の違い、2点目。2点目が、さっき言ってた画角の違いですね。えっ、ー、と、少し APS-C の方がズームをしたような感じで撮れるっていうのが2点目です。はい。これはどういうことかというとね、例えば、50mm のレンズがここにあった場合、フルサイズにカシャンってつけて撮ったら、出来上がる写真は、 50mm の画角の写真ができる。当たり前ですよね。これは当たり前。50mm の画角の写真ができます。で、同じレンズを APS-C にカシャンってつけて、パシャンって撮った場合、レンズは 50mm なんですけども、パッと、えー、できる写真っていうのは、まあ、75mm の画角の写真ができるわけです。なので、APS-C の場合は、ちょっと望遠されたような、 感じになるので、よく APS-C のカメラは望遠に有利。遠いものを、遠いところのものを撮るのに有利というふうに言われてますね。なのでまあ、野鳥を撮る方とかは APS-C の方がいいでしょう。というふうに言われてたり、逆に風景なんかね、広角で撮りたい方には、ちょっと APS-C じゃなくてフルサイズの方がいいんじゃないっていうような話もあったりします。ただまあ、最近ね、APS-C でも、 結構超広角のレンズが、しかもいいやつが出てきてたりするので、あまりね、広角が不利っていうのは、うーん、そこまでないのかなという気がしてます。十何ミリのレンズとかもバンバン出てきてるので、うん特に広角に対する不安は今はそこまでないかな。 逆に防衛に対するメリットっていうのは未だに存在するので、遠くのものを撮りたいとかいう方は AP、APSC を選ぶのも一つの選択かなというふうに思います。で、ちょっとここで補足として、単語を一つ紹介しとくと、よく35ミリ換算っていう話を、言葉をね、聞いたりするかと思うんですけども、これが先ほど言ってた、えー、センサーによる画角の違いっていうところを表してます。先ほど言ってたように、 ま、ここに50ミリのレンズがありますと。うん。で、50ミリのレンズを APS-C にカシャコンってつけて、パシャって撮りました。ってなって、できた写真っていうのは、フルサイズセンサーの時に考えたら、フルサイズセンサーで撮った画角だと、75ミリのレンズをつけたような画角で撮れるわけですね。50ミリをつけたんだけど、できた写真は75ミリの画角のものができているので、 これをね、35mm 換算で 75mm。この 50mm のレンズは APS-C で考えると 35mm 換算で 75mm だよねっていうミリいっぱい出てくるからわけわからんと思うんですけども。まあだからフルサイズで撮った時の画角っていうような意味合いで 35mm 換算みたいな言葉を使ったりします。ややこしいですよね。 50mm のレンズを、この 50mm のレンズは 35mm 換算で 75mm ですって言われても意味がわからんと思うんですけど、まあ、そのセンサーの違いによる画角の違いっていうのを表している言葉っていうのを覚えておいたらいいかなというふうに思います。うん。さて、わかりましたここまで。なんとなく、なんとなくでわかりましたか ?2、3回見たらわかるかもしれない。まあね、必ず、まあ、ここは押さえておいてほしいなっていうポイントはえ、センサーサイズが 変わるっていうのは、単に、その、来た光のね、真ん中だけを撮る、真ん中だけを写真にするとか、ここ、全体を写真にするとか、そういう違いなので、まあ、それがどう画質に影響してくるかっていうところの話は押さえておいた方がいいかなというふうに思います。うん。ややこしいね。今日のもややこしい。これね、僕あの、カメラ始めたばっかりの時にね、なかなか理解できなかったというか、 結構時間がかかりました、ね、理解するまでに。っていうのも、ちゃんと説明してくれてるところがないんですよ。で、ちゃんと、今回思ったけど、ちゃんと説明するのめちゃくちゃ難しい。で、今回、僕の動画も、この動画も、そこまでちゃんと説明できてんのかなってめちゃくちゃ不安になってます。なので、質問事項とかはガンガンコメントにいただいていた、書いていただければ補足説明しますので、うん、ここね、 本当に、あの、誤解されてる方も多いし、初心者の方にとっては、あの、なかなかハードルの高い。なかなかね、ちゃんと説明してくれてるとこがないです。うん、正しく説明してるとこがない。なのでね、なかなか難しいところです。ちゃんと説明できてるかは、はだはだ不安です。じゃあ最後、一点だけ、どうしてもね、ちょっと言っておきたいことがあって、まあね、今までの話を踏まえていただければ、多分ね、すんなりわかると思うんですけども、 よくね、フルサイズの方がボケるっていう単語聞いたことないですか昔は結構ね、最近はあんまないかもしれないけど、昔は結構ね、言われてたんですよ。フルサイズの方がよくボケるっていうふうに言われてて、これの意味が全然わからなかったんですけど、今日の内容がわかると、これの意味がわかると思います。 ちょっとね、あの、動画見てる方は動画一旦停止していただいて、フルサイズのボケる理由とかを考えていただくのもいいかもしれないんですけども、じゃあちょっと動画の方先に進みますよ。まあ、最初にも言ったように、もう一回写真ちょっと見せましょうか。えフルサイズで撮影した写真がこれ。で、APS-C で撮影した写真がこんな感じになります。イメージとして。 えー、もちろん写真として中身は変わらないし、フルサイズの方がボケるとかいうことはありません。うん。だって、同じレンズを使っている限り同じような光が通ってくるので、センサーのサイズによってね、そんなボケ味が変わるなんてことはありえないわけですよ。じゃあなんでフルサイズの方がボケるという風に言われちゃうのか。ここにはね、かなりの言葉のマジックがあります。 えー、キーワードはね、先ほど出てきた 35mm 換算器ってやつですね。ここが結構ネックになってくるんですけども、うーんーとね、どう説明しようかな。えー、じゃあまたここに 50mm のレンズがあります。50mm のレンズがあります。で、APS-C のカメラにつけます。ガシャコンつけて。はい。パシャって撮ります。はい、撮ります。まあ、今回ポートレートでいきましょう。ポートレート、はい、はい、こちらです。撮ります。撮影会っぽいいね。うん、パシャって撮るでしょ 50mm のレンズを APS-C のカメラにつけて、ポトレットを撮りました。はい。写真見せます。うんうん。こんな感じで撮れてると。で、隣に、隣にいる人。この、その人はフルサイズを持ってます。その人はフルサイズを持ってます。で、これと同じ画角で写真を撮ろうとした場合、先ほど言ったようにね、50mm のレンズをつけて APS-C につけて撮った写真っていうのは、画角的には 75mm になります。 で、フルサイズ持ってる人から見たら、あ、じゃあこの画角で撮れるんやったら、えー、75mm のレンズかなーって言って、まあ、75ではあんまないけど、75mm のレンズ続けよう。パシャンって言って、はい、撮ります。パシャン。こっちです。はい、こっちです。もっと笑って、パシャン。はい、撮りました。撮りましたと。で、出来上がる写真をパッと見比べてみます。同じ画角の写真が出来上がったわけですね。片や APS-C、片やフルサイズの写真が出来上がったわけですが、パッと見比べると、 フルサイズの方がボケてるわけです、背景が。うん。これは事実としてボケてます。まあ、ここまで言ったらわかりますよねえ。使ってるレンズが違うわけですよ。APS-C とフルサイズで。APS-C は 50mm のレンズが付いてる。フルサイズには 75mm のレンズが付いてるわけです。50mm のレンズと 75mm のレンズだったらどっちがボケるかって言ったら、それは 75mm のレンズがボケるわけです。 背景のボケ感っていうのは、焦点距離。レンズのね、焦点距離によって変わるので、50mm のレンズと 75mm のレンズなら、75mm のレンズの方がボケるわけです。なので、70、同じ写真に見えても、フルサイズの方がボケてるわけですよね。同じ画角で撮った時に、使うレンズが変わってくる。っていうところが、フルサイズがボケると言われる、ゆえんです。 だから、す、え、べ、ー、て間の説明を全部吹っ飛ばして、<laughs> 全部吹っ飛ばして言うと、同じ価格で撮影した場合、フルサイズの方がボケるっていうのは、正しい。言葉としては正しい。ただ、それは別に、センサーサイズがでかいのが直接な原因ではなくて、結果、結果ですよね、フルサイズのレンズ、フルサイズの、 カメラで同じ画角で撮ろうとしたら、ちょっと望遠のカメラがいる、あレンズがいるから、ボケったってだけなので、センサーに起因しているものではない。で、あくまでもボケ身っていうのはレンズに起因してるんだよっていうところは、ここはね、絶対押さえておいていただいた方がいいポイントです。ここがね、ここの説明がまたね、ない。昔あの、本とかでも載ってましたけど、 説明がね、どうもピンとこうへ編っていうのが多かったんですけども、どうでしょう今回の説明、今の説明でピンと来てるでしょうかうん、ここ側からもうちょっと説明してるとかがあったら、ぜひ説明させていただきますので、コメント欄でいただければと思います。はい。さて、じゃあちょっとまとめになりますけども、センサーのサイズの違いっていうのは、画素数、まあ、が、周りのとこはなくなんで、画素数と画角の違い、 だけだよっていうところを押さえておいていただければと思います。その画素数の違いっていうところが結果ね、画質が違うとも捉えられるかもしれないねっていう話で、基本的に画質、画素数と画角が違うだけっていうふうに覚えておいていただければと思います。当然、センサーのサイズによってボケ味が変わるということもないです。レンズが変わって、レンズが変わったらね、当然ボケ味は変わりますけども、その他の要因っていうのは、 センサーサイズの違いによる直接の要因ではないということを覚えておいていただければと思います。まあ、こうやってね、自分がカメラを買うときとか、次にステップアップするときに、本当にフルサイズ機がいるのか、もっと言えば中盤のカメラがいるのか、ひょっとしたら APS-C、もっと言えばマイクロフォーサーズでも、えー、自分のスタイルには合ってるんじゃないかなという選択肢ができるので、まあ、無駄金を使わずに、 写真を上達することができるかなというふうに思います。ちゃんとね、こうやって知識をつけてカメラを楽しむっていうのも、まあ、写真の楽しみの一つではあると思うので、ぜひね、こういう情報も今後また発信していければと思います。で、次回は、これを踏まえてですね、クロップ、クロップの話もね、少ししてみたいなと思います。まあ、さらっと、そっちはさらっとする予定です。 なので、今日の内容ぜひ、ちゃんと押さえておいていただければと思います。今後もね、こういう情報を発信していきますので、えー、チャンネル登録していただければ、こういう情報が手に入れられると思います。では、また次の動画でお会いしましょう。よろしくお願いします。フォトシューターズ TV 検証でした。今日ちょっと喉の調子が悪いね、これ。乾燥してるな。